今年4月に開催された国の文化審議会で、文部科学大臣に答申していた阿蘇神社の1の神殿、2の神殿、3の神殿、楼門、御幸門、勧魚門が6月18日、国の重要文化財に指定され、阿蘇市役所で指定書伝達式が行われました。今回指定された6棟の建造物は、各所に施された彫刻など、江戸時代後期の建築特色を持つ上に、規模も大きく、古文書などによる記録も確かなところが評価されたものです。特に日本三大楼門に数えられる阿蘇神社の楼門は、二重門としては広さ、高さともに九州最大を誇るという点でも高い価値があり、阿蘇神社の社殿群は伝統的な神事を今に伝える舞台としても貴重な建造物となっています。